北海道美栄町の大規模耕作地畑とは、麦やおかぼなどの穀物、または野菜、豆、芋、果樹などを栽培するために耕され、区画された農地を言う。キャベツ畑中世の日本においては、焼き畑を畑、それ以外を畑と表記して区別されていたが、今日では、両者の区別をせずに畑と表記することがほとんどである。畑という文字は、鎌倉時代に、 日本で形成された国示である。また、畑も日本で作られた国示である。畑に作物を作ることを畑作という。畑は水を張らない耕作地ともいえ、水のないたということで陸田と呼ぶこともある。第二次世界大戦後は畑において、井戸を利用し水筒を栽培する陸田も普及している。還元型である水田とは異なり、畑は酸化型の土壌である。 そのため、窒素成分が酸化され、硝酸体窒素となる。土壌はマイナスに加電しているので、硝酸体窒素を吸着することができず、雨水で流出しやすくなる。焼き畑農業も、山椒森林を伐採した後、火をつけて、耕作地を作り、そこで栽培する農法を、焼き畑農法という。畑を焼くことで、除草と施肥の効果を期待する。 焼き畑は人類最初の農業形態であったと考えられている。伝統的な焼き畑は林作の原型とも呼べるもので、20年から100年、周期などで植生の循環に伴って行われるが、人口の増加、移民、プランテーションなどによる無計画な焼き畑は自然な回復力を超えたものとなり、それによって引き起こされる森林破壊が地球環境問題の一つになっている。日本においては、 3から5年くらいの作付けと15から20年程度の自力回復期と組み合わせていた。中部地方では工作を放棄する際、半の木などの樹木を植え、自力回復の時間を短縮させていた事例もある。作付け作物としては、あわ、ひえ、きび、そば、麦、小あずき、大根などが代表的で、その畑が作付け何年目かによって変えていくことが多い。 何年目の畑かで呼び名を変える地域もある。例えば、山梨県南駒郡早川町奈良田地区では、1年目の畑を荒く、2年目を粉島、3年目をくなと呼ぶ。福岡県武前市、千葉県立山市、千葉県鴨川市に畑、京都府京田辺市に畑という地名がある。沖、森拓也ほか、図解日本の文字三聖堂、2011年。 52ページ、ビクショナリーには、畑、畑、畑の項目があります。ありがとうございます。